はい、こんにちは、ミカスです。今からですね、ちょっとね、ラーツーに行こうと思ってるんですけど、今日はですね、ラーツーの道具、ラーツーに持ってってる道具を紹介したいと思います。はい、では早速荷物を積んでいこうと思います。まず積むのはですね、こちらでございます。これ今回は A ライト、メイフライチェアを積んでいこうと思います。これね、椅子です。こんなにコンパクトなんですよね。まあ東屋とかがあったらそこでやっちゃうんで椅子使わないこともあるんですけど、一応まあ持ってきます。で、次がですね、こちらですね。これがね、テーブルです。まあ以前動画でも紹介したことあるんですけど、これ外のポップアップするテーブルですね。こう開くとね、シャキンとね、開くものになります。まあ、ちょうどね、メイフライチェアと同じぐらいの大きさなんですよね、これ。はい、それから風よけですね。ウィンドスクリーンも一緒に持ってきます。春なんでね、風強いんでね。はい、コケル、ランダーブラックの小さい方の鍋を持っていこうと思います。で、この中に今日の使うラーメンが入ってます。はい、それから水ですね。ナルゲンの1リッターのボトルになります。で、今回はアルコールストーブなんで、五徳としてね、ヘキサゴンウッドストーブを、持ってこうと思います。ですね。キッチンセット、アルコールストーブとかね、まあ、マルチツールにトングに箸にスプーンに、一応まあバーナーパッドとまな板も一緒に入ってます。もうこれは固定ですね。アルコールストーブ入んない場合があるんですけど、まあ、中身はあんまりいじらないようにしてます。そうすると忘れ物をしなくて済むんでね。肝心なもの忘れてました。はい。アルコールです。燃料です。これ持っていかないと何もできないですよね。こんな感じで安定しました。以上です。結構ね、荷物の量って意外とね、少ないんですよね。まあちょっとね、ラーメンをアレンジする材料は途中でコンビニ行かなんか寄っていこうと思いますけども、まあ全然これ、まだまだ余力がある感じですね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はね、アルコールストーブでの道具になります。まあ、ガスの場合とはね、ちょっとまた内容が変わってきてはいるんですけど、まあ、アルコールストーブだとこんな感じですね。非常にコンパクトに収まってると思います。ではですね、これからちょっとラーツー行ってこようと思うんですけど、多分今ここにね、おすすめっていうのでね、出てると思いますんで、よかったらこの後のラーツー、ご覧になってみてください。以上です。じゃあね。ちょっとね、街から外れるともうね、寒い。おお、マジか。おお、すげえすげえすげえ。うわ、怖え。うん、最高。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。